星野インパル、株式会社星野インパルは、東京都世田谷区に本社を置く、元レーシングドライバーの星野一義が代表を務める日本の企業。社名の由来は、英単語のインパルスから。1980年6月、星野一義とモトクロス時代のチームメイトで、義弟、星野の妹の夫でもある金子豊、2015年5月3日死去とともに、設立。設立の目的は、星野がレースで必要とするパーツの開発、製造を行うと同時に、それらを一般に販売することで、レース活動の資金を得ることであった。主に日産車向けのエアロパーツやチューニングパーツの開発、販売を行っているほか、日産ディーラーを通じチューニング済みのコンプリートカー、完成車の販売も行っており、星野と共に、IMPULブランドの知名度向上にも貢献している。また、星野が総監督を務めるレーシングチームで、関連会社である有限会社星野レーシングの運営母体でもある、詳細は下記、星野レーシングの節を参照。ガレージインパルは、もちろん、一部車種を除き、全国の日産ディーラーでも、注文、取り付けが可能である。など、これらの車両は、北米使用車をベースに、トーカルやサイドアンダーミラーなどを日本国内に合わせての販売となるため、全車、左ハンドルとなる。元プロ野球、MLB 選手のイチローは、星野ファン、日産ファンであり、過去に、イチロー自身の愛車であるシーマやマーチのチューニングをIMPULにオーダーしたことがあり、現在在住しているアメリカにおいてもIMPULマーチを愛用している。1983年にヒーローズレーシングから独立した星野が自らのレーシングチームとして有限会社星野レーシングを設立。全日本カイニ選手権から続く国内トップフォーミュラ、全日本耐久選手権、全日本ツーリングカー選手権、全日本 GT 選手権スーパー GT 等に参戦している。日本のレーシングチームの中で人気の高いチームの一つ。スーパー GT においては、前身の全日本 GT 選手権時代を含めて、唯一全レースに出場し続けているチームでもある。青のスカイラインとして、星野一義、星野レーシングを、そして、日本のレース界を象徴する存在と言える。初登場は1988年の全日本ツーリングカー選手権 JTC のスカイライン GTSR R31 型。当時は、星野はドライブしてなかった。翌89年から星野自身もドライブ。1990年には、前年に発売されたスカイライン GTR、R32 型を投入し、星野一義、鈴木敏夫組でシリーズチャンピオンに輝く。1993年に全日本 GT 選手権、JGTC が発足すると、R32 スカイラインで影山正彦をドライバーとし、1995年シーズンまで3年連続チャンピオン。1993年シーズンはニスモからのエントリー。95年から R33 スカイラインに輝く。レギュレーションの変更により、95年途中からは、それまで監督だった星野一義もドライブするようになった。星野と組んだドライバーは1989年が北野元、1990、91年が鈴木敏夫、1992年、93年、JTC、1995、96年、JGTC は影山正彦、1997、2000、2001年は本山明、1998年は黒沢拓也、1999年は影山正美がドライブしている。2002年には田中哲也と組んでいたが、シーズン途中に星野が引退表明し、田中哲也、ブノワトレルイエのコンビとなった。翌2003年はトレルイエに井出裕二を加え、シーズン2勝を挙げる。2レース制が導入された富士と最終戦鈴鹿で勝ち、前年に販売終了となった関係で、この年限りで参戦終了となったスカイライン TR の優秀の美を飾った。全日本 GT 選手権参戦時のカーナンバーは、1993年に2番をつけてチャンピオンを取ったため、1994年から2年間は1番をつけていたが、1996年にタイトルを逃すと、グループ A 時代からつけていた12番を一貫してつけている。ニスモは2003年限りで参戦終了となったスカイライン GTR の後継車種として、全日本 GT 選手権、スーパー GT500 クラスのベースマシンをフェアレディ Z、Z33 型に変更した。その中のマシンの1台である。この車は、ほぼ半分のパーツが、スカイライン GTR、R34 型から転用されている。2004年は、井出裕二、ブノワ・トレルイエのコンビで参戦し、前半は不運でなくが、最終戦で優勝を飾る。2005年もこのコンビで参戦。2006年は、井出裕二が F1 に進出。ブノワ・トレルイエのチームメイトに、星野一義の息子である、星野一樹が、GT300 からステップアップした。2006年はこの年からシリーズ戦に組み込まれたポッカ鈴鹿 1000km でポールトゥウィンを飾っている。2007年もブノワ・トレルイエ、星野一樹のコンビで参戦。2006年、2007年の鈴鹿 1000km レースでは第3ドライバーとしてジェレミー・リューフォアを登録した。2007年限りで参戦を終了した。フェアレディ Z の後継車両として、また、日本のレース界を象徴する存在である、カルソニックスカイラインの再来として、GTR、R35 型が2008年開幕戦より参戦している。鈴鹿の開幕戦で、スタート直後に、第2コーナーで接触されスピンシリアを大破させて、しまうも、なんとか、コース復帰し松田は、ファステストラップ叩き出しポテンシャルの高さを見せつけた。続く、第2戦の岡山では、セミウエットとウエットの間のような難しいコンディションの中2くらいでゴールし鈴鹿の因縁を晴らすことに成功した。第6戦、鈴鹿 1000km と最終戦富士を制し、シリーズ4位で2008年シーズンを終えた。2009年シーズンはメインスポンサーから一時撤退したが、2010年には再び復帰、以降一貫して、カルソニックブルーの GTR がサーキットを疾走し、レースを盛り上げている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。